仏説無料儒教、勘下、ルズーブン、ミロク付属、四十七、仏、ミロクに語りたまわく、それ、かの仏の名号を聞くことを得て、勘儀、予約して、ないし一年千個とあらん、まさに知るべし、 この人は代理をうとすすなわちこれ無常の功徳を愚足するなりとこの故に見ろくたとえ大価ありて三千大仙世界に充満すとも必ずまさにこれを過ぎてこの凶暴を聞きて歓喜信仰し 十字独呪して、説のごとく修行すべし、ゆえはいかん。多く菩薩ありて、この経を聞かんと欲すれども、うることあたわざればなり、もし修行ありて、この経を聞く者は、無常道においてついに退転せず、この故にまさに、 先進に真珠し、自受し、雪業すべしと、仏のたまわく、我今、もろもろの主生のために、この凶暴を解きて、無料呪物及びその国土の一切の昇雨を見せしむ、まさになすべきところのものは、 皆これを尋ね求むべし、我が滅度ののちをもってまた疑惑を生ずることをうることなかれ、到来の世に共同滅人戦に我慈悲をもって愛眠してことにこの経をとどめて死従すること百歳戦、それ 主情ありて、この教にもう合う者は、心の所願に従いて皆得道すべしと、仏、弥勒に語りたまわく、如来の後世にもうあいがたく、見立てまつることかたし、諸仏の共同、得がたく聞きがたし、菩薩の消防、 初原蜜、聞くことをうることまたかたし、全知識に愛、法を聞き、よく行ずること、これまたかたしとす。もし、この教を聞きて、信行、樹示することは、何の中の何、これに過ぎたる難はなけん。この故に、我が法は、 核のとくなし、核のとくとき、核のごとく教う。まさに真珠して法のとく修行すべしと。